まあ、視聴者には興味あるかどうかわからないけど、子供生まれて可愛いっすね。あ、可愛いな。マジ可愛い。お前は大変だろ。人生で5年。すごいっすよ。復帰で5年、じゃ10年だよ。うん、分かるよ。嫁に全部渡しとるってことでしょ。子供が結婚してが、それは全部払って、あ、家の家賃とかは。で、ミオの電話とか喋ったの聞いたことある。もしもし、はいはいはい、そうです、そうです、いや、そうです、今日払います、そうですって言って。お疲れ様です。お疲れ様です。本日はですね、木山まで、なんか1面だけ書いてある。これ2件目なんだ。これ2件目です。もう10時 10… まだそんなんですよ、めちゃくちゃ早いですよ。俺ら10時15分ぐらい切ったんだ。はい。ちょっと撮ったり。2件、今日3件だ。今日3件目です。ルシャブリーに働かせて、はい、儲かります。従業員ゴミクズのように働かせて儲かります。3件回し。幸せだ俺、はい、こんなクソ熱いやつになあ、ちゃん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 帰ってくる会社に。今日はまあショーがね、まあまあ何、俺単純にまあ少々には興味あるかどうかは分からないけど、子供生まれて、はい、20日ぐらいは経ってます。あ、20日間ぐらいは経ってるなって感じか。まあ子供子供喋らんのだってよ。いつもよ、夫でも喋れなくて。子供生まれてどう？可愛いっすね。あ、男、うん、女男だ、あ、男だ。可愛いな。マジ可愛い。可愛いよ、可愛い。うるさいですけど。可愛いは可愛いって、これ、わつけんのよ。可愛いは可愛いって、これ。おかしくない？でもまだちっちゃい、よくわかんない。あー、まあでも、可愛い。実感がでも湧いてないですよ。ああ、そう、もう生まれたんですよ、実感もなかった。なんか、ちょっとおかしいですよね。自分の子供なのかなと思ってた。ああ、今まで他人の子供とか可愛がってきとったもんで。ああ、なんでお前じゃ好感度上げようとしてるから。さっきからああいう人ばかり。いや、楽しそう。今欲しいわ。今、そうですよ。トラウマ案件。別に可愛がっていいんかよ、お前。ちょっと音見て、ウィウィウィちゃってるな。あの子可愛がってるし、腹なんだろう。何ですか？ちょっと自分で、お前のところの子供預かってたろうって、遊びに買うって言うんだろう。上までやって初めて可愛がった。お前仕事でも何でも、その中途半端なんで、そんなのちょっと頑張ったとか言うんじゃねえよ、お前。結構やってますか？そう。可愛がるから。そう。マジ？そうか。でも幸せだよな。はい。ね、もう会えんだろ。今は一緒に撮ってる。でも全然会えんだろ。テレビ電話。テレビ。あ、テレビで。何、緊張しちゃうの？恥ずかしいの？いいですよ。あ、全然大丈夫。あ、ね、全然喋らんじゃん。恥ずかしがりか？結構。竹野本一番酒癖悪いっすね。見てくる。あ、マジ？本当にすごいっす。そう。吐き出すんですよ。え？みんなに。もう日本人にも自主性にも。そう。もう言いたいこといっぱい出てきちゃうな。あ？ほんと、飲むとわーもう覚えとる、記憶もあるの。覚えとる、酒飲んだ次の日覚えとる。こういう。だけどもうこうなってくるんだ。お前らよ、しっかりしろよみたいな感じで、頑張ろうぜみたいなのが来るんだ。そう、でも子供がやるのは辛いだろ。もうテレビ電話があるんだな、今。奥さん、帰ってこいって言うやん。今奥さん、日本来るの？なんかお前と思ったの？日本来るかと思った。遊びだけで来るんだけど、あいつはこっちで仕事がやらない。やらない、そこはね、大変だよな。中世で5年。すごいっすよ。空挺で5年、だ10年だよ、はい、結婚して。日本人なんか本当舐めとるよな。給料あげろとかって、男の子とかやめたいとか、クソみたいなことが嫌だったわけ。はい。僕は一回見たことないです。ないよ。視聴者とか出てたら、コメント欄荒らしたろうと思って、また、で、俺のこと叩き合って、この鬼社長とか言って。はい。何言ってんやん。いや、まあまあまあ。うめえよ、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 うめえよ
はい。誰やろな、こっちは。こっちは毎日毎日お前、成長と戦いだろ、こっちは。お前、やっぱ。どうだよ、ミオの方は。あ、順調ですよ。あ、順調ですよ。何順調で。え、どうなろうって言うの。あ、どういう、体調。もう帰ってきてます。あ、もう、家に。毎日。はい。ご飯ですか、どうしたの。ご飯は作ってないです。親が手伝ってくれるの。いや、全く。自分がやったら来たりとかしてた。ミキちゃんは頼むの。ミキちゃんは頼むの。あ、手伝いに。大変だろ、寝れんだろ、寝れない、不満でね、夜泣きで、夜泣きで、はあ、だって最初は1時間、2時間に1回ぐらい見るわけだから、3時間、だけど、そう、ベトナムとかってどうしようの、家族でみんなで子育て、一人じゃ無理だろ、結婚だけで家が、あ、結婚しても、奥さんはもう自分の家に同じだ。ああ、なるほど。お金あるから家が買って仕事してる。お金ない、お金ない。お金ある、あるが家が買うで、買うで、まあ、だけど2人だったら大変じゃん。あ、結婚してもまあ自分の家がないってことだ。家族と住むんだ。お前もどっちの家、女の家、男の家、男の方、あーで結婚して家に来るみたいな。でも子供ができたら家に帰る。いや、一緒に住んでいい。じゃあお前の家に便利じゃん。なんで？動画になってたと思いますよ。姉ちゃんとか YouTube 見てる。固い家庭なんですよね、多分。連絡先も知らないし。なんで？でもなんか真面目すぎる。大人になるじゃん。うちも真面目だぞ、姉ちゃん。違う、なんか昔は嫌いだよ、別に。育ちが違う。あ、ちょい育ち全然違う。いや、僕も分かりますよ、お姉ちゃん嫌な。あ、僕お姉ちゃんいますけど、インスタとか何もかもブロックします。なんで？もうほんまに干渉してくるんで、僕のお姉ちゃんの場合は。先に絡んでくる。だって、あの、ミオちゃんにまで LINE、インスタ電話か、インスタメッセージ送ったってミオちゃん言ってた。いいよ、姉ちゃんじゃん。僕がブロックしてるから。だ、心配なんだろ、心配させるのしとる前がおりちゃん。はい、すいません。はい。お疲れ様。あ、これ、まさや。まあ、さ、ちっちゃいな。あ、一回書いとった。あれ。いや、それ、奥さんが予算。その後、もう一回買えなかった。いや、あ、事故の時と、あ、病気か。病気は大丈夫。今は、大丈夫。できない。収容ができちゃう。うわ、大変な、お前も。仕事したな、稼いで。これ分かるよ。ありがとうございます。これ、これで最初食べたやつ、どうしたの？全部使っちゃった。最初だって5年おるだろ、特定技能になるから。そのお金でどうしたの？ 5 年で食べただろ。いくら食べたの？あいつ持ってくれば分からんし、嫁に全部渡しとるってことでしょ。あ、全部嫁に渡して、嫁使っちゃおうか。そう、今も全部渡しとるの。すごいな、お前。渡したらなんて。いや、月5万とかだけ渡しとけばいいじゃん。いや、子供が結婚して、が仕事をこっち仕事を払って、お金持って、じゃあ、うちさんが全部あげてくれる。あー、文化やな。文化か、そういうふうに当たり前みたいな。全部渡しとんの？ちょっと渡しとんの？いや、ちょっとじゃないです。全部渡しとんの？例えばが、1ヶ月が20万、うん、わしがこっちが5万、うん、近くあります、うん、あと15万が落ちたんで。全部？全部で、ちゃんと貯めてくれとる。あいつがちゃんと貯める？貯めます。本当か？で、帰ってた時、いくら残ってる見せてもらった？はい。ちゃんと貯金したかって5年で。あ、いくら残ってるの見せて。見た？ちゃんとです。ちゃんと。あ、ちゃんと残ってた。頑張ったらいいな。お前どうしようの？全部自分です。あ、全部自分です。全部自分だから美容に渡した家の金。あ、それは全部払って。あ、家の家賃とかは払って、全部渡して。あ、僕は全部払って。あ、家賃とか全部やってる。で、食費を渡します。あ、で、月こんだけみたいな感じ で足りん分は行って。毎日の仕事しようかな。今もだってあれだろ、お金もらえるから。産休育休だろ。だけどそれなくなってどうする？どうするの？会社戻ってくるかな。
結構子供できたら戻ってこいってすごいな。チャチャ戻るぞ。ここかと。お前落ち込んだ。いやいや、すいません。ここだけ使って落ち込んでるとこだけ。はい、なんで落ち込んだか。インスタイン。欲しい。もういらないっすね。あ？いらん？一人で、なんかもうそういう夜泣きとか見る。そう。今そう思うよ。もういいですね。もういいです。何にでもしよう。マジっすか？100人ぐらい。そう、金さえ。そういうことになるのなんか幸せじゃん。子供と遊んでるって面白いじゃん。3歳4歳ぐらいでいい音とか遊びのパーとかあるじゃん。めちゃくちゃ幸せしたい。羨ましいです。たまに僕そういうとこ見るんですけど羨ましい。なんで子供を遊びたい。子供欲しい。僕子供欲しいです。作りゃいいよ。いや相手いないです。また女の子ら作りゃいいやつ、はい、おるだろうね。いやまあライバーとかも。いやいやいや仕事して生きてるんで。もっと安定してから。はい。子供何欲しい？三人ぐらい。欲しい？もう帰らんの作れんの。精子だけリードにしよう。送ったらいい。なあ、ピューリー卓球部になかなかね。送れるんですか？いや、わからんけど。1時間ぐらい休み取ってもいいじゃん。行かんのか。思いやすい大変なのかな。あ、そう、それに聞きたかった。お盆もあります。何ですか、結構してるの。まだ、ずっと仕事が。いや、全然行きます。日曜日だったら多分休みなんで。あら、まあ、それは男は決めない。何ですか。男が決めることなんで、女が決めることじゃないです。おぉ。お前、口と行動全然違うよ、こいつな。お構いないよ、こいつな。お構いだな。かっこいいよ。ミオの電話とか横喋ったこと聞いたことある？ミオと喋ってて、もしもし、はいはいはい、ありがとうございます。いや、今日は始まります、じゃあすって言ってんじゃねえの。そんなにガチガチじゃないですか。あ、はいはい、いや、本当に大丈夫です、大丈夫です、じゃあ帰ります、はい帰りますって言ってんじゃねえの、お前。どうせ喧嘩した時はそうです。は？喧嘩した時はそうです。なあ、はい、お前もこんなの結婚したいと思うの？うん、僕そういうの好きなんで大丈夫っす。あ、はい、わーってやられるの？どっちかというと好きです。痩せて結婚したいです。ご主人お見合い企画やろうぜ、お前と。あ、はい、来るのがインスタとかにやっぱ YouTube 見て回すから。何人かは？あ、来る、はい、やっぱ視聴者で。いや、何人かって2人しかないですけどね。視聴者で、はい。あ、安井さんご飯行きましょうみたいな。ご飯行きましょうまではないですよ。好きですみたいな。普段何してるんですかとか、うん、もっと安井さんのこと知りたいです。そう、食ってた方がいいっすよ。それでも気をつけとかなんか男がいたずらしてる可能性あるんだな。アカウント作ってだろう。あれね、そったらなんかこう目が合ってるやつだからおったよな、来るやつ。あとなんか変ななんか海の絵ばっかなやつで。はい、じゃあまあだろう、夫婦の性生活についてか今日は。まあ、新婚生活プラス第一子。あ、でもそう考えたら俺はこうやって聞いて、あ、まだまだだな俺はと思うな。だって人生とか聞いてさ、お前じゃないよ。なんか俺からいや大変だね、10年間家族のためにって。ああ、それ日本人って、まあそれがいい悪いじゃん。まあ俺はいいけど、まあ、日本はな、裕福の昔の人が頑張って裕福になったからだよ。頑張る必要ないけど、はい、それ人が選ぶことだよね。でもそれだけやれるってことだよね、人間には。エネルギーがあるってことだよね。そう、使ってないんだけど俺はもう。あ、10年間だって奥さんを見て子供って家族のために10年間だよ。頑張ります。はい、 YouTube もちょっとこれから面白いことをやります。特定技能実習生、ぜひね、七色パートナー、今ネットで検索したら出てくるのかどうかちょっとわかんないですけど、はい、結構しっかりしたやつやってますんで、実習生的に興味あればメッセージなど送ってください。お願いします。よろしくお願いします。せーの、おはようございWhat?
Yeah.